こんにちは、ブンさんです。皆さんは財布を買ってから何年くらい使いますか？女性はね、コロコロ買い替える人が多いらしいんですけど、男性はね、5年以上使ってる人が6割以上なんだそうです。これ、ブンさんが使ってる財布なんですけどね、使い勝手が良くて、色も素材も気に入ってて全然飽きないんで、もう20年以上使ってますね。今はね、もうカード、どこ行ってもカード、もうカード入れがいくらあっても足りませんよね。だからね、これ100円ショップに売ってるこれをね、財布に入れて、カード入れの数を増やしています。これだけでね、8枚分増えます。それとね、小銭入れなんですけどね、これ何度も開け閉めしてるとね、このボタンのこの部分がね、破れてね、こうペラーンってなるからね、これボンドでくっつけて、使ってたんですけどね、半年くらいしか持たないんで、結局小銭入れ使うのをやめました。それでね、別にこういう小銭入れを一緒に持ち歩いてます。いい加減物持ち良すぎるんでね、たまに財布探ししてるんですけど、これはっていうものが見つからずに、結局20年以上経ってしまいました。この二つ折りの形でね、こんな感じでこうとかね、こんな感じでくっついてる、そう、これこういうやつ探したらですね、財布の方から勝手にやってきたんですよ。ある日ですね、この財布をね、動画で紹介してもらえませんかっていうメールが来たんです。なんか数ヶ月前からね、そんなメールがよく来るんですよね。最初はね、モバイルバッテリーから始まって、次もモバイルバッテリー、そして料理用のハンドブレンダー、こういうやつね、あとなぜか猫用の電動おもちゃ、そして今回の財布で5件目です。ムンさんがね、商品紹介動画を作るときはそれなりにポリシーを持って作っています。自分が買ったもの、気に入ったもの、使いたいと思ったもの、人に紹介したいと思ったもの、それ以外のものは一切紹介していません。実はですね、これまでの依頼はポリシーに合わなかったので全部断っています。この財布はね、商品の画像を見た瞬間、あ、探してたやつや、これ欲しいと思ったんで、紹介してもいいかなと思いました。でもね、ムンさんは大人の事情で自分が思ってもないことを、言わされる動画は作らないと決めているので、いいことも悪いことも思った通りに喋ります。それでもよかったら OK です。って感じのメールを送ったらですね、思った通り紹介していいということだったんで受けました。初めてのショップ案件ですね。一目で気に入った商品やったし、初めてということで、お金の交渉は一切しませんでした。だから1円ももらっていません。紹介するこの財布はね、そのまま使い続けていいということなんで、まあもらったのはこの財布だけですね。結局ね、動画作りの時間と労力をお金に換算したらだいぶ損してるんですけどね。ということで、ブンさんはいいことも悪いことも思った通り喋ります。せっかくレビューするんでね、実際にこの財布を東海城使ってみて使用感をレビューすることにしました。その前に、商品が到着した時の第一印象、開封動画をご覧ください。はい、それでは開封しましょう。メタリックな感じの箱に入ってるね。はい、開けます。よいしょ。なんか巾着みたいになってる。まずはね、何も入ってない新品の状態を観察してみましょう。よいしょ。ああ、いいね、いいぞこれ。表地はこれは牛革を使ったカーボンレザーですね。これ写真で見るよりいいぞ。お尻じゃなくて、そんなに光沢もなくてね、いい感じ。カーボンレザーについてはね、後で詳しく説明します。内側はマイクロファイバーレザー、見た感じはね、スーツ着てるサラリーマンが持ってそうなフォーマルデザイン。色はね、このブラックと濃
コーヒーの、2種類のみなんで、ちょっと寂しいですね。サイズ的にはね、これスーツの胸ポケットに入るの、入らないの、ちょっとでかいような気がするな、見た目。自分が想像してたのよりはちょっと一回り大きいかな。まあ、スーツの内ポケットに入れるって感じかな。カード8枚かな。なんかね、隠しポケットがあるとかって書いてないから、どこにあるのかな。ここね。ここに入れるところがありますね。こっちとこっち両方ね。で、ここが小銭入れ。ここか？ここも小さなポケットになってますね。こう閉じた状態で。どうですか？皆さん気づきましたか？広く出回ってる定番デザインの財布とはちょっと違う特徴がありますね。わかります？そこはね、機能性と使いやすさを重視する文さんがこの財布が欲しいと思った一番の決め手です。ここがこうなってなければ、多分動画で紹介してないと思います。後で説明しますね。とりあえずね、お金とカードを入れた感じを見てみましょう。はい、お金用意しました。結構、ちょっと大きいね。大きいから余裕で入る。こんなに大きくなくてもいいんやけどな。まあ余裕があるから、余裕があるってことはスムーズに入るってことやからね。まあ時短になるっていうのかな。そしてコイン。パカッ。入りました。このコインケース、小銭入れか。会計中にお金がね、落ちるってこともないでしょ。ほら、垂直にしても落ちませんよ。横にしても。で、カードを入れていきます。カードはね、ちょっとね、もうすべてのカードが個人情報書いてるからね、ちょっとぼかしますよ。まあ、これだけ大丈夫かな。スーッと。なんか全体的にちょっと、ロンさんが昔使ってた財布よりね、一回り大きいからね。札入れも、カード入れもね、一回り大きいです。なんかこれはきつきつやったんやけどね、昔のやつはね。ちょっと出すときにちょっとね、引っかかったりしてたんやけど。これ大きいんで、余裕があるからスムーズに入りますね。はい、ぼかします。運転免許証、更新したて。できたてほやほや。クレジットカード。キャッシュカードね。よいしょ。よいしょ。こんな感じで8枚入ります。あとね、あんまり使わないものはここに、横から折り込んでやればいいでしょう。保険証とかね。はい。ありました。全部入って、こんな感じ。お金払うときは、こうやって。はい、実際に、東海寺を使用してみました。まず外観ですね。結構気にせずね、乱暴に扱ったんですけどね。見た感じね、目立った傷はついてなさそうですね。この外側に使っているカーボンレザーという素材はですね、牛革を下地にしてカーボンパターンのフィルムを熱圧着して作られたものです。スポーツカーのハンドルとかね、シフトノブとかにも採用されている素材だけあって、汗や水にも強いし、耐摩耗性、耐光性、耐熱性にも優れているそうです。もうこれで拭けば普通に元通り当たり前か。こんな感じでね、爪で引っかいても、目で見てわかるほどの傷はついてなさそうですね。まあ、自分でね、使うからあまり強くやりたくないんですけどね。
とりあえず普通に使って擦れたくらいじゃ傷はつきにくいと思います。この表面の素材はね、ええ感じなんですけどね、財布全体のね、色使いはね、真っ黒でかなりダンディズムな感じなんでね、サラリーマンじゃない文さんの個人的な好みとしてはもうちょっとカジュアルな色使いが欲しいところです。せめてね、この外側のね、縁取りだけでいいんでね、ここに白い糸使ってくれたら最高なんやけどな。あとね、これカード何も入ってないからね、軽く、これだけ開くんですけどね、札入れがね、これにね、全部こうカード入れたらね、内側はね、ちょっと硬い感じがします。まあ当然ですけどね、ここ曲がらないから、だからカードを何も入れてない時に比べたら若干、札入れの開きが悪くなりますね。まあ使えないほど硬いわけじゃないですね、まあ、物理的にしょうがないんですけどね、まだ新品やからね、皮も硬いし、使い込んで馴染んでくれば柔らかくなってもっと開くようになるような気がします。まあその辺のね、小さな欠点を全て吹き飛ばすのがこれ、小銭入れです。開封した時にね、ちょっと言いましたけど、皆さん気づきましたか？もうすごいんですよ、小銭が見えるまでにね、ワンアクション、ワンアクションなんですよ。こっちのね、古い財布はワン、ツー、スリー、しかもね、この見づらいしね、取りにくい。この財布はワンアクション、この小銭のワンアクション機能があるだけで、もうそれだけで十分やわ。文さんはね、お店で支払いするときにね、この小銭が1円とかね、小銭が揃っていれば、ちゃんと1円単位で払うんですよ。だからね、見てこの広さ、財布の半分を占める小銭の開口口、出しやすいのは当然ですけどね、見やすくてめっちゃ小銭で探しやすいんですよ。これね、今まで使ってたね、小銭入れとね、全然サイズが違う、もう半分ぐらいですね。文さん、このね、小銭入れの使いやすさにベタ惚れしました。これがあるだけで支払いにかかる時間がだいぶ短縮されました。時短です。これは時短財布ですね。ただね、この使いやすい小銭入れにも一つ難点があります。最初に言いましたけど、6割の男性が5年以上同じ財布を使っています。5年以上使っているとこのボタンの周りにね、負荷がかかってね、これみたいにベローンってなってしまうかもしれないという心配があります。なぜなら、この財布と同じようにこのボタン周りがね、合皮やからです。せめてね、価格が少し高くなってもいいので、このボタンが付いてる2箇所だけでも本革を使ってほしかったな。ほらね、こう破れてるところは合皮で、こっちはね、本革ですからね、ヌバックっていうやつなんですけどね、小銭入れなんてね、一番使う場所ですからね、これ一番強くないといけません。最後にね、カード入れはね、8枚とね、少ないんですけどね、前の財布で使ってたこの100円ショップで売ってるね、8枚のカード入れをね、まあどこでもいいんですけどね、ここでいいかな、ここに差し込めば16枚カードが入れられるようになります。まあ薄いカード含めたらね、実際は20枚くらい入るんですけどね、この裏側にも入るようになるしね。はい、自分にとって100点満点の理想の財布はなかなか見つかりませんけどね、100円ショップで売ってるカード入れをね、これね、差し込めば、理想にかなり近くなったので、十分文さんが求める実用的な財布ですね。財布はね、丈夫で収納力があって、支払いがね、スムーズにできるのが一番です。何年持つかわかりませんけどね、これから数年この財布を使っていこうと思います。ということで、この財布がいくらで売っているのか興味がある方は、動画説明欄にリンクしておきますので、確認してみてくださいね。はい、今日の動画はここまでです。次の動画も頑張って作りますので、グッドボタンやチャンネル登録で応援してください。なさいなら。